始まって何年ぐらいなんですか。丸4年ですね。元は酒屋なんですよね。3代目なのかな。酒屋コンビニできて、この業態にね、うちのおふくろのふるさとが宇都宮の方で、宇都宮の駅で乗り換えてる、そこのホームに立ち食いそばがあって、そこで食べた記憶があって美味しかったんですよね。そっからですかね、うちのおふくろと立ち食いそばはなんか面白いんじゃないかねって。これはゲソ、ゲソ。ゲソで人気ありますね。ネギと。これは鳥天とちくわですね。はい、お待たせしました。はい、食べます。
た。はい、ありがとうございます。払いできるのは現金と。現金、クレジット、電子マネー系。まあ、ペイはうちはペイペイだけ。他なんとかペイっていうのはちょっとこれが多くなっちゃうから、あ、ラインペイか。ラインペイとペイペイはこれ1個でできるからなんですけど、他のなんとかペイっていうのは QR コードが増えちゃうんで、端末も用意しないといけなかったりとかすると、これもあるのにまた端末ってなるともうややこしいし。Thank you.